どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL がずっとね発表しておりませんでした PFC 徴収開始についてですね、先日発表がありましたので、こちらについてですね解説ねやっていきたいと思います。でこの PFC ですね、 ANA はね2021年1月頃にね発表しておりまして、まあこちらね動画にもさせていただいたわけなんですけども、覚えておりますかね。まだね適用開始にはなっておりませんので、まあ今回ですね JAL がね PFC 徴収に関してですね発表しましたので、 ANA の方もですね改めて解説ねやっていきたいなと思います。ということで、ちょっとね雰囲気がね違うと思うんですけども、とあるホテルにね宿泊させていただいておりまして、ここからねお送りさせていただいております。それではね解説入っていきたいと思うんですけども、まずねこの PFC って何ですかっていう話なんですけども、こちらはですね、旅客施設使用料ということで、今まではですね通常の航空券購入する際にもですねこちらかかるっていう風になってたわけなんですけども、特典航空券、マイルを使ったね特典航空券の場合はですねこちら負担しなくてよかったんですよね。まあこれがですね今後ね特典航空券ね利用する際もですね利用者側で負担するっていった形になるんですよね。で ANA はですね2021年1月に発表していてですね、 JAL はですね先日まで発表がねなかったわけなんですけども、やっとね発表されたっていった形になります。でこのね JAL のね PFC の対象の航空券なんですけども、 JAL グループ国内特典航空券、JAL ウェブサイト限定国内線特典航空券、JAL カードナビ会員減額マイルキャンペーン含むということで、またですね JAL グループ国内線 JAL マイレージバンクダイヤモンド特典航空券っていった感じになります。でですね対象外も記載がされておりまして、どこかにマイル、お友でマイル割引の、マイルを利用した航空券、またね JAL の国際線特典航空券をね発見した場合、およびワンワールドね特典航空券を発見した場合の日本国内区間に関してはですね、こちら対象外というふうになります。でですね対象の路線なんですけども、こちらのね、空港を利用する際にですねこの PFC っていうのがかかります。まあ逆を言えばですね、この空港以外はですねこの PFC っていうのはかからないっていった形になります。で対象路線はですね、新千歳、仙台、羽田、成田、中部、伊丹、関西、福岡、北九州、那覇っていった形になります。でですね、新千歳と女満別線は対象外ということで、まあ、JAL の方はねこういった感じになっております。でですね JAL の方はこの PFC 徴収がね発表されたんですけども、 JAL の方はですね追加マイルで対応っていった形になるんですよね。こちらね ANA とのね大きなね違いがありまして、 ANA はですねこちら現金決済でこの PFC 徴収をね対応するわけなんですけども、 JAL はですね必要マイル数ということで追加マイルでね対応っていった形になるんですよね。でですね詳しい必要マイル数はねちょっと後でね解説させていただきます。で適用開始についてなんですけども、2021年10月31日申し込み分より適用っていった形になりますんで、今ね2021年の、こちらの動画出てるのは8月1日になるかと思うんですけども、まだね、2ヶ月ぐらいね先っていった形になりますので、まだね開始になっているわけではありません。2021年10月31日以降ですね申し込みした分に関してこちらね適用っていった形になります。それでは次にですね JAL のね PFC の追加マイルの一覧がこんな感じになっておりまして、新千歳270マイル、仙台230、羽田290、成田290、中部440、伊丹260、関西260、福岡北九州100、那覇空港120といった感じで、まあこういった感じでですね追加マイルがねかかるっていった形になります。こちらに記載のないね空港はこの PFC 徴収はねないっていった形になります。で追加マイルがね必要になるということで、仮にですね JAL で羽田伊丹路線をね利用した場合ですね、こちら羽田伊丹路線は A 区間っていった形になりますので、羽田の PFC 徴収マイルが290マイルっていう風になりまして、伊丹のね PCF 徴収マイルが260マイルっていう風になりますので、合計するとですね
羽田伊丹をね発見した場合6550マイルがねかかるって言った形になるんですよね。今まで羽田伊丹は6000マイルで利用することができてたわけなんですけども、2021年10月31日以降ね申し込みされた場合はですね、片道6550マイルがねかかるって言った形になります。先ほどもね言いました通り、こちらは10月31日以降ね申し込みされた分っていう風になりますので、この点はね覚えておいてください。それではですね、 ANA の方ね見ていきたいなというふうに思うんですけども、 ANA はですね2021年1月の上旬にですねこちら発表されておりまして、2021年10月の31日よりですね国内線特典航空券利用する場合でも PFC 徴収を開始にするっていった形で発表がされてます。で、適用開始時期なんですけども、 ANA はですね2021年の10月の31日以降搭乗分っていった形になっておりまして、で2021年の8月の29日以降にね発券した航空券に限るということで、2021年の8月29日以降にですねこの10月31日以降の航空券発券した場合にはこの PFC がねかかってくるっていう形になります。で、 ANA の対象航空券は国内特典航空券、一緒にマイル割運賃のマイレージ利用客を含むということで、またですね国際線の特典航空券利用時における国内区間もですねこちら対象っていった形になります。でですね、 ANA のね支払い方法はですね PFC 対象の空港を利用する際にですねクレジットカード決済でね利用するっていった形になります。でですね、 ANA の方の、徴収料金一覧はこんな感じになっておりまして、新千歳が270、仙台230、成田450、羽田290、中部440、伊丹260、関西440、北九州、福岡100、那覇空港120っていった形になっておりまして、こちらですね ANA と JAL でね、 JAL の方はね必要マイルなわけなんですけども、徴収されるねあの料金っていうんですかね、額もですね ANA と JAL ね微妙に違うっていった形になるんですよね。で、今回ね ANA と JAL ね両方ともこちら PFC に関してね発表があったわけなんですけども、 ANA は現金決済なんですよね。で、 JAL は追加マイルっていった形になっておりますんで、まあ、この点はね大きく違うっていった形になるんですよね。この JAL の方はね追加マイルで対応っていった形になったわけなんですけども、個人的には現金決済がね良かったかなっていうふうに思うんですよね。強制的にね必要マイル数がねこちらの場合だと増えるっていった形になりますんで、ちょっとね残念な部分ではあるかなというふうに思います。またね国内線特典航空券でこの PFC がですねクレジットカード決済できればですね、利用付帯の国内旅行保険をね付帯しているクレジットカードをね保有している場合であればですね、おそらくねこの PFC の料金をクレジットカード決済すればですね、利用付帯のね条件満たして国内旅行保険で、ね、適用にするみたいなね、まあそういった感じでもね利用することができるかなっていうふうに思いますので、まあちょっとね JAL の方は追加マイルということで、ご家族とかでね利用する場合はねかなりね必要マイル数が上がってしまうかなっていうふうに思いますので、ちょっとね残念ではあるかなっていうふうに思います。またですね大きな違いとしてもう一個ありまして、 JAL の方はですね国際線の特典航空券を発券した場合の日本国内区間ありますよね、こちらはですね対象外なんですよね、この PFC。 でも ANA の方はですね国際特典航空券の国内区間に関してはこちら PFC 対象っていった形になるんですよね。ここでもですね ANA と JAL ね結構大きな違いがあるっていうふうに思いますので、こちらね覚えておいていただければなというふうに思います。ということで今回ですね JAL がね PFC 徴収開始についてですね発表を行いましたので、改めてね ANA と JAL ね PFC について解説させていただいたわけなんですけども、まあね今まではですね本当にマイルで発券するときは全くね追加費用かからなかったので、まあ、今後はですねかかってきてしまうということで、ちょっとね残念ではあるわけなんですけども、まあね今までがちょっとお得すぎたのかなっていうふうに思う部分もありますので、まあ仕方ないかなっていうふうに思いますかね。ということで10月31日以降ですねこの PFC 徴収開始になりますので、こちらね知らずに追加費用等々ね来るとちょっと損した気分にもなるかなっていうふうに思いますので、ぜひねこちら覚えておいていただければなと思います。
ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。